忍び殿か。あの調べに気を取られ、不覚を取り申した。この先にあの女僧侶が、やはりわしを待っておったのじゃな。でございましょう。それがわからぬのが悲しいのです。会えずともせめて知りたい。なれど頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を教えてくれぬ。ねえ御仁、サクザ様はいずこですか。知らぬ。あなたも嘘つき。どうしてみな隠すのですか。
代わりにあの子をよこしてくれた。そこにいるのですね。そこにおるのは忍び殿か。ああ、忍び殿には礼を申さねば。礼だと？あの女僧者を連れてきてくださったであろう。ついさっきわしを撫でながら調べを聞かせてくれた。今までとは違う子守歌のような安らかで温かい調べじゃ。奏でながらこう言うてくれた。よく来てくれましたねと。やはりわしを呼んでおったのじゃな。忍び殿、これをもらってくだされ。わしはもう眠い。